はい、こんばんは、大変お待たせしました。本日もですね、22SS の新作が入ってまいりましたので、ご紹介させていただきます。本日8方ですね、インライン別注含め入荷がありましたので、ご紹介していきます。まずインラインから、やっていこうと思います。クオンですね、ブランド、ちょっとタグがないわ、ごめんなさい。クオンの 22SS、2方本日入荷あります。まず最初、こちらのショーツですね、パッチワークショーツになります。まあ、クオンといえばね、まあ、代名詞的なところあるんですけども、ボロなんですけれども、こちらですね、実は、今多分皆さん見えてるこれは、ボロではなくて、ちょっと待ってくださいね、超高性能のデジタルインクジェットプリンターで、ボロをスキャンして、コットンですね、キャンバスのコットンに、まあ、いわゆる転写になるのかな、してあります。だからこれはボロではなくて、ボロのプリントですね。超高性能のインクジェットでプリントしてるものになります。そうなんです。これプリントなんですよ。多分ね、遠くから見たらこれ普通にボロに見えると思うんですけど、これプリントなんですよ。さすが、超高性能。で、それだけじゃなくて、実はボロも使われております。で、ボロどこに使われてるかというとですね、サイドですね。サイド、ここですね、両サイド、ここですね、両サイドのここの、あのね、ご機嫌のショーツ入ってきませんかって聞いてたじゃないですか。ご機嫌のショーツ入ってきました。そう、サイドがここね、ここは本物のボロ、まあ、アップサイクルのボロなんですけど、でもこの距離で見て境目はだから、ここがボロで、ここキャンバスなんですけど、多分境目わかんないですよね。そう、境目わかんないぐらいの高性能さ。近くに寄ったらわかるかな？わかりますかね？で、こことかちょっとほつれたりしてるじゃないですか。ここはだから、ここね、ちょっとほつれがあったりする。ほつれっていうか、そのボロの生地の表情が出てると思うんですけど、でもこっちのほつれはプリントなんですよね。わかります。こっちのほつれは本物の、ここね、ここは本物のほつれで、こっちは本物じゃない。本物じゃなくはないんだけど、これじゃプリントね。っていう、生かしたご機嫌なショーツが入荷してきま、入荷して、参りました。で、サイズがですね、うちで仕入れてるのが、MLXL の3サイズ展開になっております。MLXL の3サイズ展開です。はい。で、コットンなんで、あ、コットンなんで、ごめんなさい。ボロのメインの部分が、こちら転写なので、普通のね、ボロのショーツって、まあ、うちも以前、フレングスパン使ってましたけど、まあ、10万以上オーバーしちゃうのが普通なんですけど、こちら非常に、手が出しやすくてですね、お値段最初に言ってしまいます。税込みで38,500円ですね。こちら税込みで38,500円。で、メインの素材が、コットン、キャンバス地なので、もちろん、洗濯も、できます。そう、好みですよね。そう、これ入荷した時に、入ってきたよと思って、ご機嫌なショーツが。はい。というわけで、試着します。いやちょっとね、ちょっとこんなに写真の、僕別に写真素人なんですよね。勉強とかしてなかったですし、前職も、ずっと売り場だったので、EC サイトとか、全く学んでこなかったんですが、ちょっとね、自分なりに、いろいろ考えて努力して、変えてて。まあだから、要は慣れてないわけで、めっちゃ時間がかかったんですよね。めちゃくちゃ時間がかかって、大変だったという話です。はい。ああ、いいですね。はい。これ今僕着用してるのが、M サイズですね。一番、うちがお取り扱いしてる一番最小サイズですね。はい。いいね。丈感もちょうどいいし、渡りですね。裾、渡りと裾幅のバランス感もね、あんまり狭すぎるとちょっと窮屈だし、大きすぎると、幅がね、広すぎると、結構ストリート感が強くなりすぎてしまうと思うんですけど、非常にオールマイティ、ちょっとかっこいいです。オールマイティに、あ、オールマイティってか、ご年齢とか、ご趣味問わず履いていただけるような、サイズ感なんじゃないでしょうか。で、僕は一応言っておくんですけど、いいですよね。僕はですね、身長165センチ、55キロ、ウエストが、めちゃくちゃ細いんですけど、約27インチぐらいかな、になっております。はい。
いい丈感、あの膝が本当に隠れる、ギリ隠れるぐらいですね、丈感ですね。はい。で続いてですね、同じシリーズっぽいんですけど、こちらねキャンバス地ではないので、パッと見同じに見パッと見同じには見えるんですけど、同じ生地ではないので、完全なセットアップではないです。それだけご注意ください。はい。こちらですね、LS ロングスリーブパッチワークシャツになります。まあやっていることは一緒です。ただ、ベースにその要はプリントしてる生地が、異なるので、やってることは同じです。さっきも先ほども、お話しした高性能のインクジェットプリンターで、これも、リアルボロじゃないです。ボロを、インクジェットプリントでプリントした。でもすごいよね。これ、YouTube とかだとよりわかると思うんですけど。すごい。ものになります。バッグもそうです。で、こちらもですね、このパンツの、ここのサイドのように、一箇所だけ、リアルボロ、アップサイクルのボロになってるんですけども、それがですね、この、右袖です。はい。右袖、左袖はないんですよ。ない、いや、左袖はあるんだけど、右袖の、とこだけ、アップサイクルのボロになってます。これがね、すごい憎いですよね、センスが。両袖じゃなくて、片っぽね、右袖だけっていうのが、非常に僕は、いいアイディアだな。こっちは普通の、普通のというか、同じですね。見頃と同じ。こっちは同じ素材なんですけど。で、一応、そのセットアップの、その完全なる、完全なるセットアップではないんですけど、まあ僕はこれ上下で着て、今季ね、まあ、今日最後に紹介しますけど、マーティの、アイテムでも、長袖の、アイテムと、ショーツのアイテム合わせたいっていう話をしてたと思うんですけど、まあ、そういう、ご提案をさせていただきたいかなと思っております。まあ、もちろん、パンツ単体、シャツ単体で着ていただいても全く問題はないでしょう。というわけで一旦上を、いいですね。シャツも、仕入れてるサイズは同じですね。 MLXL の3サイズで、お値段が、こちらもかなりお求めやすい価格なんではないでしょうか。税込みで 29,700 円になっております。そこはこれぐらいの距離感で見たらもう完全なるセットアップに多分見えると思うんですけど、完全なるセットアップではないです。はい。でね、袖がこの違いですね。こっちが、リアルのアップサイクルのボロ、リアルのアップサイクルのボロで、こっちが、まあ、リアルじゃないというか、プリントのですね、プリントの袖になってます。で今、僕は M サイズを着用してます。これはかなりご機嫌ですね。はい、かっこいいね。かっこし、まあその藤原さん、もうよくねショーツとこういう長袖スタイリングしてるんですけど、で、まあ、スニーカー、ダンクとか、かっこいいと思いますね、スタイリング的には。もちろんね、革靴とかでもいいんですけど、ハイカットの、もうゴリゴリのストリートのスニーカーとかと、このスタイリング合わせたら、かっこいいんじゃないかな、と思います。はい。以上、クオンですね。で、次。あ、まあ、一応ごめんなさい。今日はね、まあ、焦らず、時間あるんで、ゆっくりやっていこうかな。一応、セットアップじゃない時の感じもお見せしておこうかなと。あ、ね、EC サイトに全部書いてありますよ。もう、5分前ぐらいに EC サイト載せたんですけど、そこにサイズ表記と、サイズ全部載せるんで、ちょっと今、僕頭では覚えてないんで、それ見ていただけると助かります。シャツ単品ですね。シャツ単品で着ていただいてもいいかなと。あ、で、もちろんシャツもお洗濯できます。いいっすよね、この感じ。
だからやっぱそのオールボロだとかなりプライス上がって、もちろんそのまますごいかっこいいアイテムにはなると思うんですけど、まあなかなか、手が出せないって方ももちろんいらっしゃると思いますし、ね、だけどねボロの雰囲気を楽しみたいって方にはこちらのアイテムは非常に、あとショーツね、おすすめなんじゃないかなと思います。はい、では次いきます。次ですね、コッキです。コッキが、インライン2型と、別注1型ですね。あ、マジっすか。それは多分僕あの買い出ししてる時ですね、その撮影用品を。よく分かりましたね。で、次いきますね。コッキインライン3型の、別注1型なんですが、一応ね、まあもちろんなかなか一応ね結論から言っておくと3ピース提案になります。3ピース提案なんですけれども、まあもちろん先ほどの、クオン同様ですね、単品使いしていただいてもいいんじゃないかなと思います。それではまずインラインの方からご紹介していきます。こちらですね、コッキの 22SS のまずインラインになります。アルターシャツ、すごいでしょ、ご機嫌な柄が入ってきました。オリジナルの、グラフィックの絵をキュプラですね、キュプラ 100% に、プリントしております。でこれがですね、ちょっと、ね、言えないことがたくさんというか言えないことが、あるので、まあぜひあのこの柄の秘密に関してはぜひ、店頭で、聞いていただければなと思います。でこの半袖シャツがインラインですね、キュプラ100ので、これ、まず最初に、ですね、サイズ展開が1、2の2サイズです。で、お値段が税込み5万600円。税込み5万600円になっております。もうね、すごいよ。ちょっと一応 YouTube 用に、拙者で近くで見せておきますね。すごい柄。やっぱ SS これぐらい派手なやつ、1個ぐらいあっても僕はいいかなと思います。で、これと同じくインラインで、同じ生地ですね。3ピースペアなので、ハットですね。こちらです。同じ生地のハット。バケットハットかな、形的になります。で、ドローコードが、ここですね。つばの外側にこう走ってるんですけど、わかるかな、ここですね。つばのここ、外側にこう走って、で、ここから出てくる。ここですね。ここからこう、はー出して、で、この下に出てくると。で、ここで、まあ、調整というか、まあ、結んだりしてもいいような感じになってます。おそらく、表記はなかったんですけど、ここの頭の裏はコットンかなと思います。アイアオリになってるんで。で、それ以外は、先ほどのシャツ同様で、キプラ100になっております。で、最後ですね、別注でですね、フルレングスのトラウザーを作っていただきました。これいいでしょ、これこっちの方がいいですよ、これいいでしょ、ご機嫌よ、かなりめちゃくちゃかっこいい。インラインがね、これショーツしか展開がなくて、で、あのさっきと言ってること矛盾してるやろって言われたらそれまでなんですけど、その僕の中でセットアップって長袖かけるフルレングス、もしくは長袖かけるショーツの2択だったんですよね。で、さっきも、いや、今年は、長袖かける、ショーツやろっていう話をしたと思うんですけど、あえて、やっぱり今年は、今年の SS はね、僕あんま、自分でトライしてなかったことにどんどんトライしていくっていうのが個人的な全体のテーマなので、ショートスリーブ、いわゆる半袖と、フルレングスのセットアップにトライしてみようっていうことで、あとはこれ単品でもすごい使いたかったんで、っていう思いで、この同じキプラ100オリジナルプリントの、柄でフルレングスのトラウザーを作っていただいたというのは、だからこちらのみ、別注になります。先ほどお見せした、半袖シャツと、キャップハットはインラインになっております。はい。で、ごめんなさい、前後してしまったんですけれども、ハットはフリーサイズで、パンツも同じですね、サイズ、1と2の2サイズ展開になっております。で、ハットがお値段が税込み15,400円で、トラウザーが、税込み59,400円になっております。で、一応多分、
いじられてるか。3ピースで見せるんですけど、多分単品で使いたい人の方が個人的に多いんじゃないかなと思うんで、一応すべて単品使いした時の雰囲気をお見せしようかなと思います。ちょっと今迷彩のパンツ履いてるんで、あ、おそらくね、あの引っ張ったらこうクッと寄るような感じ、内側には通ってないんで、なんかその本格的な調整はできないかもしれないですね。言ってる意味わかるか。このなんかこのドローコードが、 YouTube 用にも分かるように言うと、このドローコードがこのツバの内側に走ってるんじゃなくて、この外側に走ってるんで、なんで、なんだろう、まあ多少の調整はもちろんできると思うんですけど、がっつりな、調整はちょっと難しいんじゃないかなと思います。はい、これが、シャツですね。インラインの方の半袖シャツ。ご機嫌じゃん、めちゃくちゃ、めちゃくちゃいいじゃん。ちょっとね、今パンツが迷彩なんでうるさいかもしれないんですけど、ちょっとそこはご了承を。そしたらやっぱキプロ100なんで、まあシルクと比べたらっていう話になってしまうんですけど、やっぱり、かなり気持ちいいですね。まあ今は寒いです普通に。これサイズ1番を今僕着用してます。だからね、半袖シャツをね、今年結構トライしたいなーっていうのをずっと言ってると思うんですけど、半袖シャツをね、着たいんですよ。今まで着なかったんで。で、次が、ハットかぶろうか。ハットとシャツだったらまだ合わせてもいいんじゃないっていう人は、多いんじゃないでしょうか。いいじゃん。こんな感じです。怪しいじゃん、めちゃくちゃいいね。で、ツバとかのこれかなり柔らかいんで、ピンっていう感じっていうよりはこうストンと落ちるような感じですね。僕は頭かなりでかいんですけど、おそらく頭周、頭周りで多分62とかあると思うんですけど、それでも入るんで、多分大体の方は問題なく着用していただけるかなと思います。で、ここがそのドローコードですね。そうですね。はい。で、パンツ開けましょうかね。どうしようかな。このまま一旦3ピースいっちゃおうかな。相当ご機嫌。職質待ったなし。これがね、3ピースですね。相当もうぶっ飛んでますね、スタイリング。多分僕はかなり好きですけど、ごめんなさい、今 YouTube カメラ動かしました。僕はかなり好きですけど、人はかなり選ぶかなと。あ、でもパンツいいな。ちょっと最後、あのパンツ単品でもちゃんと見せますね。これね、ちょっとこのプリント秘密があるんですけど、で、今パンツも、最小サイズですね、1番を着用してます。で、秘密があるんですけど、それをちょっとね、ちょっとネットじゃ言えないので、ぜひ店頭に来てほしいですね。で、3ピースをお見せしたので、まあ、多分一番リアル、一番リアルというか、多分一番これならいけるんじゃないかなってなるのは、パンツはね、裏地なしなんで、この時期はね、寒いと思います、絶対。だけど、どっちかというと、だからもう本当に真夏まで、この生地感だったら真夏絶対いけるんで、真夏までを見据えたパンツだと思っていただければなと思います。多分こういうパンツ単体が一番リアルかなと。いや、いいね。いいね。いいですね。かなり。で、ね、ごめんなさい、言い忘れた。ウエスト、ドローコードじゃない、ごめんなさい、ベルトループついてるんで、ベルトで調整可能です。単品でもいいし、
普通に T シャツとかこれ1枚とかで、暑くなったら着ていただきたいですし、ですし今、あ、そっか今、そっか難しいのか、 SS のだからSS の、メルトンとかじゃないコットンとか薄手の、コートとかだったらこういう風に、長物の下から見せていただくとよりなんつうんだろうな、 SS のコート着てパンツも暗めだと、まあ、結構ねこう雰囲気的に重くなってしまうと思うんですけど、まあパンツから柄見せることで、SS らしさ、このもうストレートにいっちゃうとこんな気持ち悪い柄あんまりないじゃないですか、褒め言葉ね褒め言葉、こんなね毒味ある、あのプリントなかなかないと思うんですけど、僕はそれも大好物なんで、足元からこういう風に少し分かるかな、見えててもいいんじゃないかなと。ただ AW のコート、ウールとかメルトン系カシミヤ系とかとはちょっとちぐはぐすぎると思うんで、生地感ライトな SS コートと合わせていただければいいんじゃないかなと思います。これすごい、あの変態な方には変態な方にはっていうと、あの買いづらくなってしまうかもしれないんですけど、このパンツは変態な方にはかなりおすすめですね、はい、以上が、コッキですね。で次がですねカルですね。カルもねめちゃくちゃいいのよ。まず、カルも、てかもう、セットアップばっかで申し訳ないですけど、カルもセットアップ提案です。で、カルに関しては、パンツがインラインで、プルオーバーのシャツ、この後ご紹介するんですけれども、プルオーバーのシャツが別注になります。はい。まず、プレイドパンツ。こちらインラインの方ですね。で、これ、そう、プレイドってどういう意味かっていうと、チェックなんですよ。チェック。でこれチェックなんですよ、実は。でも、多分皆さん、これ画面で今映ってて、いやいや、どこがチェックやねんっていう話というか、思ってらっしゃる方が多いと思うんですけど、でもね、多分ね、これ近づいてもね、わかんないんだよね。近づいてもわかんないし、動画でも、おそらくわかんない。で、だけど、その、わかんないようにしてるチェックなんですね。で、どういうことかというと、こちら、3素材異なる、素材を使っております。まず、ウールですね。ウール 40%。で、もう一つが、リネン、40%。で、最後が、シルク 20% の3種類の、色糸を使用してるんですね。で、それぞれその、ウールも、リネンもシルクも違う色。今履いてるパンツは、コッキの、別注ですね。もう EC サイト掲載してて、先ほどもご紹介したので、もし気になるようだったら EC サイトご覧ください。で、YouTube もこれ、あの、アーカイブ残すんで、やばい、止まっちゃった。YouTube もアーカイブこちら残すんで、あの、後で、見ていただければなと。まあ、ライブ終わった、ライブというか YouTube 用のライブが終わった後に、まあ、まとめて質問、受けようかなと思うので、そちらでコメントしていただいても大丈夫です。で、話戻ります。で、その3種類の、異なる糸を使ってるんですけども、サイドと、いつも言葉を忘れちゃう。あ、そう。3種類とも、全部、近しい色で、わざと合わせてます。で、どういうことかというと、ウール、リネン、シルクも、明度、要は明るさですね。明度と、サイド、まあ、その、まあ、色合いですね。を近しい3種類でも素材違うっていうのを組み合わせてるので、チェックなんだけど、チェックに見えないようにしてる。要は光の当たり方とか、まあ、人の目の、見え方で全然異なってくるんですけども、色というのは、まあ、色とか柄か。で、それに、あえて奥行きを出してるような、素材。で、僕を展示会で、このカルの、22SS、いろんな、商品あったんですけども、一番もう、めちゃくちゃ、まあ、いつもね、カルは、
その素材の見せ方というか、素材がいいものすごい作ってるんで、いつも毎回ねすごく悩むんですけど、今回結構すんなり決まったぐらい、SS に関してはこの素材が一番好きでした。ぜひね見ていただきたい。これね多分ね、多分動画だと分かんないと思うんですけど、ね、ちょっとね青っぽい糸もね見えるんですよ。多分ね映像だとね見えないんですけど、そうっていうぐらい、僕はねこれはね素晴らしい生地だと思ってます。でこれはインラインのそのトラウザー、パンツですね。で、お値段、最初に言っておくと、こちらのパンツがですね、税込み63,800円。税込み63,800円になっております。で、同じ素材で、別注を作っていただきました。で、この素材が一番良かったので、こちらがですね、ちょっと、一回休憩。はい、すいません。で、その素材で別注を作っていただいたんですけれども、こちらが、このプルオーバーのシャツになります。初めてじゃないかな、僕プルオーバーのシャツ、作ったの。わかんない。もしかしたら以前作ったことがあったら、非常に申し訳ないんですけども、でも僕の覚えてる限りだと初めてなんじゃないかなと思っております。素材は先ほどと同じ、ウール、リネン、シルク3種、異なるけれども、色味を、アマーティー最後にあります。異なる色味を組み合わせたチェックの柄。これね、なんかね、その、あれでも、そう、インラインも別もね、どっちもいいです。で、これね、本当に生地がいい。で、なんかその、なんか1枚被って完結できる SS のトップス。それアウターでもないし、レイヤードとかもする必要ないんだけど、だから1枚で完結できるもの欲しいなって思ってて、それってプルオーバーのシャツなんじゃないかなっていう風になって、で、柄とか、そのディティールとか、まあ、サイズ感とかいろいろあるんですけど、なんかその、なんて言うんだろうな。なんて言うのかな。ありそうだけど、もうすごいシンプルな言葉で嫌だけど、ありそうだけどないような雰囲気感が欲しかったんですね。で、それに、この素材の雰囲気が、もう僕は、もうぴったりだと思ったので、このプルオーバーをね、作っていただきました。形もいいですよ。ボックスシルエットで、ストンとね、身頃が、落ちるような感じで、サイドもね、少し浅いスリット入ってるんですけども、あんまりこう深すぎると、ちょっと若々しくなってしまうと思うので、浅めのスリットが入ってて、着てみます。どうしようかな。パンツから最初着てますね。単品で。パンツから単品で着てみます。いやーいいですよ、今回も。すんませんね、ちょっと準備が遅れちゃって、こんな遅くに。申し訳ないっす。ただ何度も言いますけど、あっ！で、ごめん。まあいいや。ただ頑張ったんで、EC サイトの今後にちょっと注目してほしいですね。で、パンツ、まず最初に履いてるんですけども、パンツ、3サイズです。234の3サイズを仕入れております。いや、これめちゃくちゃいいよ。てかね、もうこの生地が、てかその生地じゃない、まあ、生地なんだけど、どっちかというと色味を伝えたい、色味と雰囲気感を伝えたいんだけど、伝わってるといいな。はい。で、さっき僕言いかけたこと何かっていうと、これ、もしね、もうすでに EC サイトをご覧になっていただいた方だと分かると思うんですけど、そうだけこれめちゃくちゃ長くないって皆さん思われたと思うんですね、EC サイト見てる方。で、これどういうことかっていうと、この裾が未処理です。はい、裾がこれ未処理なので、必ず、購入していただいたお客様ご自身でですね、裾上げ、まあ、それはもう、シングルでも叩きでもダブルでも何でもいいと思うんですけど、
裾上げ前提のディティールになっておりますので、そちらだけご了承ください。まあ、個人的なおすすめは、まあ、ノークッションないしはワンクッションのシングルかなと思っております。選択リスも入っておりますので。いやー、なんて言えばいいのかな、木刀もね、またこれ違うんですよね。なんて言えばいいんだろうな。なんかね、これも僕の感じなんですけど、黒とちょっとオフホワイトっぽい生地がなんかこう千鳥柄みたいな、千鳥柄じゃないんですけど千鳥柄みたいにバーってなってるとこの、全体の上に細い、しかも本当に多分ね、肉眼でしか見えないような青い、細い青の線がこうチェックみたいな感じで入ってる。だからね、これはね、ちょっと通販じゃあれかも、あれかもしんないけど、おすすめですね。自信を持っておすすめできます。で、一応それ用に、さっきも言ったように EC サイトに今後生地の接写をね、一応載せてるんですよ。だから、これもね、かなり近い、めちゃくちゃこう、近い距離でピント合わせた写真上げてるんで、それをまあ見ていただいてもいいかなと思います。形がまた綺麗ですね、シルエットが。めっちゃ細いわけじゃないですけど、細め、最近のこうパンツにしては少し細めかなと思います。ただ渡り、結構余裕あるので、窮屈な感じは全く僕はないですね。なんかシンプルに綺麗な形だなっていうパンツですね、これは。はい。で、セットアップの、別のですね、フルオーバーを。これいいの？これいいの？ああ。めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。はい、こんな感じです。ああ、めちゃくちゃいい。それやっぱね、この身頃が、ボックスになってるのと、幅感しっかりあることと、あとは特殊なディティールがないんで、そんなに目線がここに行かないけど、ストンと落ちてくれる感じ。全体のバランス感がね、最高。で、ボタン3つ、ボタンついてるんですけれども、これですね。3つフロントついてるんですけど、まあ全部閉めてもいいとは思います。で、襟もね、ちょっとアウターっぽい襟、大ぶりの襟なんで、だからね、なんかそのありそうでないって言ったのは、なんかこういう細いディティールの、あれなんですけど、でも個人的にはちょっと胸毛見えちゃって嫌なんですけど、まあ一つだけ、開けて、中 T シャツ、まあインナーですね、見せていただいて、それと、まあ僕だったらキャップとか、靴ですね、色合わせしていただけるとよりスタイリングにまとまりが出るんじゃないかなと。で、第2ボタンまで開けて、もうかなりだらしない感じに来てもいいんじゃないかなと思います。ただ生地感がかなりドライタッチでクリーンなので、バランスはそんなに損なわないかなと。かっこいい。で、袖とかは、シャツのカフスの仕様、になってるので、まあ、もっともっと暑くなって、まあだいぶ先ですけどね、もっともっと暑くなってきたら、まあ2まくり3まくりぐらいかな、5、6センチ幅で、袖まくっていただけると、でね、まあ、華奢なアクセサリーとか見せるとよりこなれた感じが出ていいんで、めちゃくちゃいいじゃんこれ。かっこいい。はい。で、ですね、トップスに関しては2サイズ、さっき、パンツは3サイズと言いました。サイズが2、3、4の3サイズで、今僕パンツは2番を履いております。で、こちらの別注の方のプルオーバーに関しては、4、5ですね、2サイズの展開になっております。4、5の2サイズ展開で、今僕が着用しているのが、4番を着用させていただいております。いい。で、身幅しっかりあるとは言いましたけれども、まあ、生地感薄いことと、アームホール、自体も、特段すごい太いわけではないので、まあ、この上に、ジャケットですね、ジャケットというか何か、羽織物着ていただいても、上のその羽織のせいで、窮屈になるというような感じはないかなと思います。こういう羽織物して、フロントですね、開いてるとより、
抜け感が出て SS らしい首回りになるんじゃないかなと思います。でインナーに来てもね、このやっぱ色はすごく相性がいいと思います。素晴らしい、素晴らしい、ありがとうございます。お値段がパンツを多分言ったと思うんですけど、こっちのプローバーの別注の方ですね、こちらが税込み 46,200 円ですね。プローバーの方は税込み 46,200 円となっております。ラスト、先ほどもコメントですねいただきましたが、マーティの、別注のパンツですね、散々というかだいぶ前から、言っていましたが、今年のマーティは3型セットアップ作ってるんですけども、3型とも、全てショーツと、ジャケットのセットアップになっております。ちょっと、あれなんですけど、明るいいですよ、めちゃくちゃこれはいいっす。はい、すいません。で、ラストですね、マーティの、別注になります。こちらですね、前回、まあ、前回というかだいぶ前か、だいぶ前に、あともう2着しかないんですけれども、こちらの、スチームフロージャケットという別注ウール100、かなり、細番手、超細番手の超いいウールの、ジャケットダブルですね、こちら作ったと思ったんですけども、その生地の、ショートパンツになります。で、こちらですね、まあ、生地は一緒、こちらのジャケットと一緒で、で、形ですね、形が、何かというと、あれです、休憩今日もダメだ、脳がね、普段僕全然働かないから、こんな働くとやっぱ脳が回らない。こちらショーツはですね、去年の、21SS でですね、シルクサッカーですね、今年も実は、形を変えてめちゃくちゃごく少量だけ作るんですけども、シルクサッカーの、セットアップ、あ、いや違うな、それよりももっと皆さんの多分記憶に新しいのは、今年の、あ、ごめんなさい、去年の AW の、カシミヤのオンブレチェックのシャツとパンツを作ったと思うんですね。で、そのパンツと、ベース一緒です。去年の AW の、カシミヤチェックのオンブレ、カシミヤのオンブレチェックのイージーパンツと形一緒です。それの、ショーツバージョンだと考えてください。それの、だから丈が短くなったものだと考えてください。なので、僕が前回も言いましたけど、このディティールの一番好きな、このポケットですね。ここ。ここの位置にあるポケットが、そのまま反映されてます。で、ウエスト、ドローコード。5分になってるので、まあ、イージーパンツ仕様ですね、になっております。で、もちろんこれ単品で、履いていただいてもいいですし、ぜひね、ジャケット買っていただいた方は、ジャケットと合わせて着てほしいなと思っております。サイズ2サイズですね、ジャケットと同じ2、3の2サイズで、お値段が税込み5万5000円となっております。はい、というわけで、とりあえずショーツ単品で一回見せます。ジャケットがね、そう、まだ 2点ね、サイズ2になるんですけれども、あるので、今からでもね、セットアップやりたいって人は、できます。ぜひね、危ない。ぜひね、これは、セットアップで、着てほしいなと、思っております。あ、で、先に言っておくんですけど、これから入ってくる、マーティの、チェックのショーツ、と、さっき言ったシルクシアサッカーの、これまだ上は3月なんですけど、で、ショーツも3月です。もうすべて、今回ショーツの形はこれで統一です。統一されてます。なので、今後そのマーティで入ってくる、やばい。電池がなくなっちゃう。マーティで入ってくるショーツは全部この形です。で、全部はうちは別注なんですけど、こんな感じですね。いい丈感。そしていい幅感、裾幅、いい裾幅感。こんな感じです。で、そう、ポケットの位置が、ここですね。普通だったらなんかこう、あ、デニムとかのコインポケットだと、なんかこういう風に入れなきゃいけないし、まあスラックスのね、普通のスラッシュだと、まあこうかな。だけど、僕が言う、ポケットに手を入れた時の、この腕の振り方のここの美学ね、うるさいですけど。そうなんですよ。いい生地感です、非常に。で、サイズこれ、今僕が履いてるのは2番ですね。これはいいですよ。で、ぜひ、僕としてはですね、
セットアップで着ていただけたら嬉しいかなと。だからジャケットもこれ170、あの前回見ました175センチ以下の方だったら全然このサイズでも問題なく着れると思うので。で、上下で合わせるとこんな感じです。最高。で、今日ちょっとスニーカー履いてきたんですけど、僕は、ブーツもしくはハイカットの、まあ、これにジョーダンとかかっこいいと思いますね。はい。はい。はい。というわけで、ちょっと急ぎ足になりましたが、本日8型ですね、新作のをご紹介させていただきました。はい。というわけでご視聴ありがとうございました。